ロレンツォ・マットッチ、2015ロレンツマトッティはイタリア出身の漫画家、イラストレーター。彼のイラストレーションはコスモポリタンやボーグ、ザ・ニューヨーカー、ルモンドなどで見ることができる。漫画の分野ではグラフィックノベル版ジキル博士とハイド氏により2003年にアイズナー賞を受賞している。マトッティはイタリアのロンバルディア州ブレシアに生まれた。若い頃彼は建築を学んでいたが コースを終了しないまま漫画家となった。いくつかの古典的なスタイルのストーリーを発表した後、彼はもっと違う種類のストーリーを、もっと違ったスタイルで表現したいと思うようになった。イルシニョール・スパルタコは、このような考えの下で作られた彼の最初の作品である。電車の乗客が見る夢を題材にした。この作品を、マトッティはそれまでのバンドでシネの世界には、 見られなかったような形態と色彩を使って表現した。また物語に冒険の要素が全くなく、登場人物の内的な世界を表現する作品内容も、それまでのバンドで死ねを根底から変えるものであった。マトッっては主に画家やミュージシャン、作家や映画監督からインスパイアされている。彼にとっては文章とイメージの結びつきは、文章と音楽との結びつきと同じである。両者は、 お互いをより豊かにする。普通の漫画とは違い、マトッティの作品では絵が本文であり、文章の方が差し絵の役割をする。マトッティは文章は複数の解釈に常に開かれていると考えている。ファイアーズでマトッティは漫画家としての地位を確立した。この作品は自然と文明家との衝突をテーマにしている。登場人物は走行船の乗組員であり、彼らは 未開の島に文明を築くためにやってくる。この作品でも夢と連想が重要な役割を果たす。ファイヤーズは明確なストーリーラインを持っているにも、かかわらず、マトッティは明白で時系列的なストーリーを避ける。登場人物の社会的な束縛からの逸脱を描くことがストーリーよりも重要視される。ファイヤーズ以降、マトッティは色彩の熟練者として評価を得ていた。 そのためモノクロームで発表されたザ・マン・アット・ザ・ウィンドウは彼の読者を驚かせた。この作品は前妻のリリア・アンブ・ロージーとの共同制作であり、対人関係に困難を抱えた男が世界との繋がりを模索する様を描いた半自伝的な作品である。ここでもストーリーは重要でなく解釈は読者に委ねられている。コボートはコロンブスの生誕500周年を記念する。 スペイン政府からの依頼で描かれたもので、セバスチャン・カボットを題材にしている。ストーリーは詩的なトーンを帯びており、探検家の船に乗った人々の恐れという目を描き、またインディアンを初めて見た時に感じたであろう印象を描き出している。16世紀のマニエリスムに触発され、マトッティはこの作品ではまた違ったスタイルを採用している。スティグマッツは線画によるモノトーンの新しい作品であるが、 ザマンイン・ザ・ウィンドウよりも暗く、さらに繊細になっている。この作品では、ある日自分の体にスティグマを発見した、アルコール中毒者の悲劇的な生活を描いている。漫画の他にも、ト、ま、ッっては、イラストレーターとして、名声を得ている。ありがとうございます。